はい、こんにちは。アメダイコーチです。今日は演技に関してのお話です。今日のテーマは Tips of Ad Lib Improvisation、 即興とかアドリブのコツに関して、簡単に説明していきたいと思います。多くの方ね、例えば何かオーディションでアドリブをやってください、即興をやってくださいと求められた時になかなか難しいですね。やっぱり多くの方は、When you improvise something、 なんか即興をやろうとすると Don't know what to do、 どうしたらいいかわからないと、Feeling awkward、 なんかすごい気まずい感じ、すごい気まずくなる。そして Try to do something by force、 これが結構みんな起こりやすいことだと思うんですけど、こう何か無理やり自分でやろうとしちゃう、もうなんか気まずいから、何していいか分かんないから、なんか分かんないけど、もうとにかくもう自分でこう無理やりもう頑張ってやろうとする。そうするともっと緊張するし、もっと頭の中が真っ白になるし、で最終的にはなんかあんまりしっくりこなくて終わる。こういうのが結構即興だったりとかアドリブやるときに起こりがちな現象です。なので今日はちょっと2つのポイントを皆様に、シェアしていきたいと思います。で、皆様が例えば何かこうアドリブで演技をするような機会があった時に、この2つのポイントをちょっと抑えてやってみてください。そうすると全く感覚が変わってくる、そんな効果がございます。まず1つ目、多くの人がこう自分で何かをしようとする、自分が何か面白いアイデアを出さなきゃいけない、気の利いたことを喋らなきゃいけないみたいなことを思いがちなんですが、アドリブの時はむしろそうではなくて、 Accept what the opponent, the surroundings gives you、 どちらかというと自分を一緒に演技する相手、もしくはそのアドリブの設定の場所に自分を全部預けちゃってください。自分でなんか面白いアイディア、面白いことを言おう、なんかやろうとするのではなくて、ちょっと怖いかもしれないけど、この自分を相手に任せる、周りの環境に任せるっていう感覚でいてください。具体的にどういうかというと、まず相手がなんかこうセリフを喋るとかね、相手がこう表情とか相手の動作、これをしっかりと感じてあげてください。緊張してるときはやっぱり自分になりがちで、相手のことをこう全然見ることができてない、そういう状況よくあります。なのでまずは相手役のセリフとか相手役の象徴、表情、感情とかにちゃんとこう向き合って、それを感じてあげてください。あとはその設定内の、例えば公園とかいろんな場所が設定されていると思うんですけど、もうただただその公園、自分の中のイメージの公園でいいです。そこにただただいる、その公園の中のものとか光景とか音とかっていうのをただただ感じる、想像して感じる、その場にいるっていうことをしてあげてください。あとは相手役から来たものに関しては、とにかく乗っかってみてください。 Don't deny、 あまり否定をしない、自分が考えてたことと違うこと、違う内容、ちょっとトンチンカンなことを言うかもしれない、ただそれも全部受け入れて乗っかってみてください。乗っかる、そうすることでこう自分でいろいろこう考えようとか、自分でアイデアを出そうとか、面白いことを言おうとしなくても、相手からもしくは周りからいろんなものを感じてもらって、でとにかく相手から来たものに対して乗っかることで、自然と自分の中でいろんな面白いセリフが出てきます。いろんなアイデアが出てきます、いろんなアクションが自然とこう、あ、これやってみよう、ああやってみようっていうふうに、なんか自分の内側からこうどんどんナチュラルに自然に出てくるので、とにかく自分でやろうとせずに相手周りに全部身を任せる、
来たものを拒まず否定しない、乗っかる、これをちょっと注意してみてください。で、2番目に関しては Have curiosity、 好奇心を持ってやってみてください。 What would happen if、 もしこんな設定してみたらどんなことが起こっちゃうのかな、自分にも相手にも、もしこんなことしたら、こんなこと言ったら自分どうなるかな、相手どうなっちゃうかな、そんな感じで、どっちかというとこう、何かにビビってちゃんとやろうとしなければならないみたいな感じで ビビりながらやるよりも、まあ好奇心でこれやってみたらどうなっちゃうかなぐらいの軽い余裕を持ってやってみる。で、好奇心があったらちょっとやっちゃってみる、失敗をするぜっていうぐらいの好奇心を持つっていうのもすごく大切です。この2つをちょっと意識して、で、Just be there. Wait for. もうただただその場にいる。何も思いつかまなかった。何もあのセリフもこう出てこなかったら、ただただ楽に待っててください。Wait for ideas coming naturally. こう感覚的には自分でこう何かをひねり出すよりも、楽にその場にいながら何かが来るのを待つ。そんな感じでやってみてください。はい、これ結構勇気がいることなんですけどね、はい、何かやろうとするんじゃなくて、相手に身を任せる、周りに身を任せる、でちょっとした好奇心を持って、あ、もしこんな風になったらどうなっちゃうんだろうぐらいな感じで、こうちょっと楽な気持ちで遊びながら、ただただ楽にその場にいると、人間っていろんな面白いアイデアとかセリフが自然と出てきます。なので、今日のポイントとしましては、アドリブをやってくださいって言われた時に、自分だけで何かやろうじゃなくて、相手を信頼して相手から来るものを拒まず乗っかっちゃってください。で、ちょっとした好奇心を持ってね、保守的よりも失敗を恐れず、これやったらどうなるかなぐらいの気持ちで遊びながらやってください。そうするとアドリブってすっごく面白いものが出てきます。この2つちょっと頭に入れて、皆さん例えば演技レッスンとかオーディションとかちょっと試してみてください。以上が今日の2つのシンプルなポイントでございました。それではまた会いましょう。 Enjoy Acting! Bye!